指導士ジョルダン氏については大変お世話になりまして、常日頃から大変感謝申し上げておりますが、彼につきましていろいろとお話をしたいと思います。私の知り合いの先生に弁護士をしている先生がおりますが、彼から言わせますと、ジョルダン氏はある天才であるというふうに言っております。と言いますのは、彼は小さい頃から日本の古武術を習得しまして、剣術、柔術、骨法、その他刃バトームでいろいろな武術を習得しております。その上に日本の歴史的なことまで深く勉強しまして、と同時に日本の伝統的な礼儀作法、そういうものに非常に敬意を持って勉強しておりまして、それを今生徒たちに教えておるわけです。その傍ら、また日本の茶道、お茶でありますとか墨絵でありますとか書道であるとか、そういうものにもやっておりまして、またいろんな本を出しております。今までにもう十数冊の本を出しております。それだけの活動を見ますと、その弁護士の先生から言わせまして、彼は一種の天才だというふうに言っておりまして、私自身もまさにその通りであるというふうに思います。普通の人にはちょっと真似ができない特別な人間だというふうにも思います。その彼が一番いいところは、心の中に非常に熱い血を持っているということです。日本語学校が始まりまして、ある日勉強に私来ましたところ、彼が私と話をしまして、先生今日は勉強やめましょうと、今日休みにしまして音楽をしましょうと言って、わざわざ私のためにギターを弾いてくれました。ギターも彼はとても上手なんですが、ギターを弾いてくれまして、その日実は私自分の家のことでちょっと問題がありまして、まあ普通じゃなかったということはありました。しかしながら勉強ということで仕事ですので、引き締めて、もう入ったつもりなんですが、すっかり見抜かれてしまいまして、その眼力と気持ちの心の優しさに打たれまして、私自身も彼となら一緒に頑張っていけるなというふうに感じたわけです。彼の活躍は、今までずっと実績として残っておりますが、これからもますますですね、健康に注意して、日本の古い伝統、また文化、そういうものをこのブラジルに広げていく、その活動をますます続けていってほしいなというふうに心から思いますし、またそのために私自身少しでもお役に立てたらというふうに考えております。どうもありがとうございました。